こんばんは、もう夜です。はい、ココイラの話、2000年のね、3月あたりの話を今もう思い出してるんですけれども、ソフトバンク社債について私借り換えで、金利の高いやつに乗り換えることに成功したんですけどね、11月にまたね、再募集があるんじゃないかって話をしてたところ、ご相談があってそれに答える形でこの動画を作りました。買って高く売る方法について解説します。ソフトバンクグループの社債って金利が高いんで、ただ持ってるだけじゃなくて、いいタイミングで売るっていうこともできるっていう、そういう魅力があります。はい、2級の決算っていうのはこれ悪化するだろうともう予測されてるんですけれども、例のさ、チャイナの問題があるからね。で、11月に株価下がるんかいって感じなんですが、じゃあね、11月に募集が行われるであろう社債の金利が、もしかしたらね、今回の募集の 2.4 よりも上がって 2.5 ぐらいになるかもしれませんね。はい。ちなみにほら、8000円と1万円のところに枠をちょっと作ったんですけれども、こちらがソフトバンクグループの、ね、2000年1月7日から2001年の9月17日までの日足なんですけれども、どうでしょうね、1万円上がったと思ったらいきなりドカンと下がってき、8000円を抜いてきまして、6000円と4000円のところにまたボックスを書いてみたんですけれども、このままほら、チャイナだからね、下にドカンと6000円また抜く可能性もなきにしもあらずなんだと思うんですけれども、私社債をいっぱい持ってる関係で、結構ね、株が下がってひどい目にあったの。だから下がれ下がれだって思ってるんじゃないんですよ。下がると嫌だなと思いながらの可能性について話してるんですね。ここいらのこのほらところが思い出されるわけですよ。またこんな感じになるのかしらってね。でね、ソフトバンクグループの社債は保持しててもいいんだけど、やっぱり売却ってことも常に考えてなきゃいけなくてね、本当にね、2020年の3月あたりの時ですよ、3月4月5月ね、大騒ぎしましたからね、利確損切りってことを考えつつね、保持しなきゃいけないんです。だからソフトバンクグループの特殊性をしっかり理解し、ここでメリットとして考えてみるのもいいかな。ここいらをね、上手にこう勘案しつつ購入をね、こう考えてみてくださいね。いや、今回結構高くで売れましたからね、うまくやれば結構ねいいんですよ。でも失敗すると大変なことになるわけで、これが2020年5月あたりの記事です。はい、ソフトバンクグループ1兆3646億円の赤字過去最大ってね、 NHK ニュースから持ってきましたけどね、ありましたよね。今年3月の決算を発表しってね、営業損益は2兆を超える黒字だった前年から一転し、1兆3600億円余りの巨額の赤字になりましたってさね。そしてこの前の3月決算がね、過去最大の大黒字だったわけですよね。もう大変な会社だ。で、当時ですよ、2020年の5月のあたりね、倒産するんじゃないのってね、結構煽ってる人がいて、社債ですよ、株じゃないですよ、社債の狼狽売りが結構出たんですよ。あ、倒産倒産ってね言って持ってる社債を叩き売ったので、ね、揮発債がいいのが出ましたよって、 3.4% がありますよってね、期間2年弱ですよってね、営業がありまして買いませんかとかね、まあ、こういう揮発債がゴロゴロしてたんですよ。ということはね、叩き打った人が結構出ましたってことね、損切りしたんだね。で、これね、社債を私ずっとね、継続投資してるんですよ。ずっと持ってられるにはね、ちょっとコツがあるかなと思っておりまして、これね、売却する力ですね。この辺私しっかり研究もしてますので、その成果をね、シェアさせていただければと思います。はいはい、ほら、このメロンソーダさんね、もうこれ彼女はね、一旦卒業されまして、またね、訪問してくださいましたよ。
今日、コメントいただいてすぐちょっとこれ動画作ろうかなと思ったんですけども、 2.5% の劣後債持ってらっしゃる、来年の春に償還されますね。懐かしいですね。懐かしかったね、本当にもう内心ヒヤヒヤってもう大騒ぎしましたもんね。でみんなそれぞれ平和に解決しましたねってね。で今回はね、見送ったけどと、11月に劣後債が募集されるんじゃないかなって話したんですけども、私の真似っこして借り換えようかなってね、53回の低い金利のやつを売り、その資金で11月劣後債発行されるんだったらそこに乗っかろうかなってね、借り換えね、したいか、もしくはね新規購入するかってことを考えてますよと、またお願いしますってことなので正しいにお答えしましたよ。でまさにこのさ、ここでおっしゃるさ、この 来春償還のこの 2.5% の劣後債の借り換えが、想定されていて、そのために11月ぐらいに没収するんじゃないかなってことを私予測してるわけですよ。そのためにね、準備すればいかがですかってことをこの動画で、お伝えしてるわけですね。だってさ、そもそもね、12月償還分ってあるんですよ。劣後債がね、償還されちゃうの。その償還分を9月に没収して、ね、償還に充てるって形で借り換えてるわけですよね。でね、12月から1、2で2ヶ月後じゃん。2月償還分っていうことね。というと、今回9月だったでしょ。9月の2ヶ月後から10月、11月だから、11月ぐらいに募集があるんじゃないかなって話をね、してるわけですよ。誰とっていうと、大和証券の私の担当の人ね。はい。でね、まあ、当時ヒヤヒヤしましたよってことを踏まえつつ、揮発祭のね、キャッチアップ動画を今回作ろうかなって思って、ね、今回ね、作ったんです。はい。で、ちなみにね、2020年5月24日にこんな動画作ったんだよね。ソフバン決算後はかじってね、激動の揮発祭市場。ほんと 3% 超えの揮発祭がゴロゴロしてて、営業から電話かかってきましたね。1ヶ月ぐらいだったかな、まあ、こういうのがいっぱいあったんですよ。でね、ソフトバンクグループ決算大赤字で社債のローバー売りが出てますよって。ただね、これ損しないで手仕舞いするような方向で皆さん頑張りましょうってね、いう話をして、まあ皆さんうまくいったわけですよ。で、債券市場の仕組みをしっかり研究したんですよね。で仕組みがありましたって、でもあんまりうまく機能してないんじゃないかなってね、そういう動画だったんですが、ロングさんがねコメントいただいて、メロンソーダさんの協力とかもあってね、あ、協会は機能してたんだなっていうことが分かって、みんなで協力して乗り越えたっていう過去がございます。調査したけど仕組みはもろだったねって、でもねうまく使えなかったんだよってね、機能してないんじゃないかなって話してたんだけど、要するにね、私の検索の仕方がね、下手だったの。で、後でちょっとね、見ましょうね。でね、今はもう私が普通に使ってますからね。皆さんも普通に使えるようになりましょうね。はい、当時のコメントでございます。ロングさんのコメントだけは見てって言って、本当にね、どうだろう。ロングさんもね、会計士なんですよ。ただ私とちょっと専門分野のところは違ってるんだろうね。私にはないその知識経験をね持ってらっしゃる方でしてね、いろいろ教えてくださったんですね。で、そのロングさんのコメントを参考に、メロンソーダさんが日本証券業協会のところに行って、このね参考統計値を発見し、ソフトバンクグループの単価を確認してくださったわけですね。私は大和証券の方から情報を得て単価を把握してたんですけれども、直接さ、こちら辺から入手すれるといいもんね。で、大和の価格っていうのは実際の私たちが、売る時の値段なんだけども、中抜きされてるわけですよ。後でちょっと詳しく申し上げますけどね、この売買参考統計値を知って、大和の中抜き後の値段をね、把握するってことは重要ですよね。で、私のも前より単価が上がっていましたってね、いうことで、ハッピーだったね。でね、この方はね、狼狽売りがしっかり回避できて、で、しっかりね、保持してね、益をね、実現したという方ね。
で、M さんね、ノーベル平和啓発大賞最高1票投票いたします。本当、ロングさんありがとうございました。あなたはノーベル平和啓発大賞でございます。でね、M さんはね、いいタイミングで売却に成功して、この社さんも益出しに成功しました。はい。でね、これ仕組みがあること、実際使えることが分かったねって、メロンソーダさんの貢献が光りましたよねって。で、みんなで協力してという結果になりましたってね、ことやったんですよね。なんか良かったなぁ。で、ほら、そもそもね、この M さんの相談に乗っかったことがきっかけで、ソフトバンク社債の動画をたくさん作ったの。でね、もう無事卒業されていかれまして、今多分ね、介護一生懸命やってらっしゃるのかな。お母様とね、幸せな人生が送れていれればいいなぁと心で祈っております。あ、ちなみにね、猫さんね、今年中に卒業かなって思ってるんですよ。あの限定動画ね、今一生懸命あなたのために作って2人でニコニコやってるんですけどね、まあ、そろそろ後半に差し縫いかかるね。でもう卒業かなって感じだね。おかげさまで面白いのが作れて私とても楽しいよ。ありがとうね。はい。で、ロングさんの元になったメールなんですけども、心発、気発、経過症、実質に割り、すべて動画で説明された通りですね。ありがとうございますと。特段問題なかったんだね。で、中略で。でね、私、たどり着けなかったんだけど、ここに気配値が出てますよってね。で、私ね、この、だいぶ下の方にありますってところでこけたのよ。検索が失敗した感じ。でね、債券の額は基本的に金利水準と発行力の信用力によって決まりますよって。で、スプレッドがあるし、ソフトバンクに対する見方が大幅に悪化したんで、3.4% になるような、とんでもない気圧差がね、ポコポコ出てきたわけですね。でね、ソフトバンクグループで検索してヒットしなかったんだけど、ソフトバンク G でやったら検索できましたっていうオチがございました。はい。あ、ちなみにこれね、今日っていうか、昨日か、金曜日にね、ちょっとこれデータ取ったんだけども、日本証券業協会、ちょ、下が回んないよ。日本証券業協会のホームページで、市場関連情報をクリックしてくださいよ。すると、こんなのが出てきて、公社債市場、ここをまたクリックしてくださいね。すると、こんなのが出てきて、ね、この公社債の売買取引について、これちょっと読んでくださいよ。うまくできてるからね。で、こっち読んで、そしてここね、公社債店頭売買参考統計値関係、ここをクリックしてください。ピョコッと、そうするとこんなのがビローンと出てきます。で、こちらね、ここは A とクリックしてください。そうするとこういうページに飛びますよって。ちなみにこれね、9月17日金曜日18時の時点で検索したやつです。でね、これ2021年9月21日分がもうすでに公表されてるんですけれども、あの3時の気配を基準に、夕方にね発表した参考統計値の発表は、4月1日になりますよ。だから今日作ったやつを翌日の日付で公表するって感じだね。でね、17日金曜日に21日火曜日分って形でさ、公表されてるんですけれども、なんで火曜日かっていうと、あの20日がね月曜日なんだけど祭日だからなんですね。で、今回はねこう PDF で A とクリックし、で検索をかけるって形でね、はい、ドーンとソフトバンクグループがね並ぶわけですね。これ、ね、ソフトバンクグループのカタカナだとヒットしなかったっていうことがあり、ソフトバンク G だとちゃんとヒットしますよっていうことが分かりました。でね、PDF を開い、そこから検索するような形で、今ね、ここにこのページにたどり着いてるんですけれども、これね、証券会社の取り分とか分かるわけですね。これ、報告数こんだけありますってね、最低と最高と、中央値と平均値をね、出してくださってますからね。だから、野村なり大和なりさに行って、お宅の今の買い取り価格いくらですかっていう時に、参考のこの値段を知った上で話をするといいじゃない？あ、どのぐらい中抜きしてるのかなっていうことがわかりますからね。ちなみに、ほら、ソフトバンクグループ48回と、
ソフトバンクグループ55回ね、これ私持ってるわけですよ。台話で売買することを今やってるんですけどね。で、ここのところソフトバンクグループだけを拡大してみますよ。するとこうなります。でね、ソフトバンクグループの列号際1ってね、これが召喚されることになるんで、今回の9月の募集があったわけですよ。劣後債ってね、普通債に比べて劣るのかなってね、売却の値段が減るのかなっていうと、そうでもないですね。2.5% で利率つくわけでしょう。あともう3ヶ月ぐらいで召喚ですよね。12月の17日で召喚だからね。割るの12かけるの3ヶ月でいいかい？ 0.62% ぐらいまだもらえるわけですね。で、今100円が 100.37 で売れるってことだから、0.6% の金利がもらえるんだけども、そのうちね 0.37 を私にくれるっていうんだから、結構引きのいい、ね、売れ筋の魅力の高い債券という認識になっているんだなってことをお分かりいただけると思うんですよ。それに対してね、普通の社債ね、劣後じゃないですよ、57回の普通社債、これそもそも 1.38% の金利なんで、あんまり魅力ないんだね。これについてはね、ディスカウントになってますね。100円が 99.9 だよってね、だから 0.1% 損する形なんだね。ちなみにね、このソフトバンクの列の4ってね、ソフトバンクグループの社債の明細に載ってないんだよね。どっちがおかしいのかよくわかんないんですけれども、だから、なんだろう、完全に私の言うことは信用しないでね、私の見方が悪いの可能性もあるかなともちょっと思ってて話をしてますけどね。でもいずれにしてもね、ほら、普通社債と通常の劣後債では、売る価格に関して大して差はないですよってね、台湾の担当から、意見をね、聞いているんですよ。で、その今裏を取ってるような感じで確かめたんですけれども、確かにね、そんなに変わらんなってね、彼の言うことは正しいんだなってことがね、私今腹落ちしてるわけですね。で、恐ろしいのはね、ここのこの明細の中にハイブリッド債がないんじゃないかなって思ってます。私が見落としてるかもしれませんけれども、ソフトバンクグループで検索したところ、ハイブリッド債は出てこなかったっていうのはこれ事実ですね。だから全部詳細にしっかり確かめたわけじゃないんだけども、記載がないんじゃないかっていう確率が高いかなと思ってます。ということはどういうことかっていうとね、はい、ほら、劣後特約、普通の劣後債って2本のみなんですよ。これソフトバンクグループの明細ですよ。で、今回の募集っていうのが12月にね、召喚されるやつの借り換えで 2.5 が 2.4 になるんですけれども、次にほら、2022年2月9日ね、メロンソーダさんが言ってたやつですね、ここが召喚されるわけですね。で、これに先立って借り換えの資金をね、調達するっていうんで、11月に募集があるんじゃないかって話をしてるんですけれども、まあ、普通の劣後債ね、金利高いねって、期限もしっかり切られてますよってね、だから約束通り召喚の義務があって、期限が来ればしっかり召喚されることになってるんで、大人気かなって話を、してるわけなんですが、こちらね、先ほど申し上げましたハイブリッド債ってやつですね。利払い、繰り延べ条項、期限前召喚条件付き、無担保社債、劣後特約付きってやつなんですが、これね、利息は何が何でも払わなきゃいけませんか？そうじゃありませんって。で、一応5年で召喚予定なんですけれども、何が何でも5年で召喚する必要がありますかって、そうでもありませんと。長いことね、ほら、だってこれなんて41年になってるでしょう。ソフトバンクの経営に悪いことが起こったら、場合によっちゃね、長く引き延ばせるよっていうような、半分資本の性質を持った社債なんですよ。ね、だから参考値さっきなかったでしょう。で、3% の金利のものなんてさ、ないじゃん、ほら。3% のものの金利なんてね。だからないんじゃないのってね、思ってますよ。ね、ということはどういうことかというと、これね、参考年なしだから、流動性が低いんじゃないかなってね、
おいそれとポンポン売れるもんじゃないんじゃないかなと思ってるわけですよ。ということはですね、次に発行されるであろう劣後祭の人気が高まるな。さらに今回予約完売で大人気だった理由もうなずけるなってちょっと思ってるわけですね。はい、はい、で日本証券業協会公社債店頭売買参考統計値について、店頭取引だとね、相対だからね、分かんないよねってね、で取引の実勢状態をね、広く投資家に知らせましょうとね。これね、だからソフトバンクグループに限らず、期末債の値段と流動性が分かるようにしてありますよっていうんだから、これぜひね、活用しましょうよ。売れるんだよってことはしっかり分かりますよね。いつでもさ、基本毎日売れることになってますからね。ただこの値段なんだけど、これはね、各証券会社ごとに違いますからね。まあ、流動性を確認した後、各証券会社に各々聞くしかないわけですよ。で、現在の指定報告協力会員一覧って、ほら、ちゃんと野村もいるし、大和もいるわけですね。なんかね、楽天証券とかいないね。でさ、ほら、指定報告会員になるものが実勢価格をね、報告するわけですね。そして、協会が売買参考統計値を発表する。で、投資家、まさに我々を保護するんだよってことを目的とする制度があるから有効活用しましょうね。もうこのような感じで、ほら、先ほどね、見たほら指定報告会員が報告してくれるわけですね。社債については、5時45分ぐらいまでにね、報告しなさいよと。4時30分までに報告しなさいよみたいなこと書いてありますね。もろもろね。売りたい値段と買いたい値段の中値を指しますよ。それが気配ですよということが書いてございます。ご興味のある方はね、動画を止めてじっくり読んでみてくださいね。ちょっと先を急ぎますね。で、何が申し上げたいかというと、日本証券業協会が公表する値段というのは中値だよって。すなわち、スプレッドが開いている、売り手と買い手から手数料を取ってるよってことなんで、高く買い取ってくれるところに売る必要がありますよねっていうことを申し上げたいの。はい、まとめます。揮発債市場の仕組みね、日本証券業協会が参考価格を発表し、それを参考にしつつ各証券会社が買い値売り値を決定するわけです。そして売りたい人買いたい人を仲介するときに中抜きしますよってね。使うべき証券会社はどこでしょうかってことについて、もう今で当たりをつけとく必要がありますよ。はい、ちょっとまたこれも復習しましょう。基礎からね、社債の売買は日々できます。流動性があるってことが、例の協会でね、確認していただき、あ、乗ってれば売れるってことが分かるわけですよね。でね、今回 2.4% の7年ものを私買うんですが、7年でさ 2.4% だから 16.8% もらえるんで、1000万投資したとすれば168万ね、利息がつくわけですよね。だから7年後には1000プラス168万円になりますよと。でどんどん価値が上がっていくんですけれども、例えばほら、3.5 年後、ちょうど半分の時に売ったとしましょう。すると私はもらえるはずのさ、残りの利息を失うし、買ってくれた人はね、84万円ね、168万の半分もらえるんだけれども、私、ただで84万失うの嫌じゃない？だから、いくらかちょっと上乗せしてよっていう話をするわけですよ。で、この赤で書いたところはもう変わらないわけですね。権利義務関係はね。じゃあ、どこで調整するのって、この1000万の元本の部分を動かすことで調整するわけですね。ここで変動するんですが、いくらで買ってくださるのってね、いうことが出てきますよと。これもちょっと復習しましょう。はい、私はこちらですね、2025年満期 1.64% の社債を借り換える、途中で売っ飛ばして高いやつに借り換えるつもりで買ってございます。で1年半持って劣後債が出るねってことが分かってましたからね。だってね、そのちっとも偉そうじゃないんですよ。これ、明細見てれば分かりますからね。償還されることをね、いつタイミングで償還されることを教えることができるからね、借り換え借り換えってきてるんで、あ、そう、そりゃそうだねってね、いうことですよ。で、今回プレミアムがつきまして 0.9 ね、だから1000万が1000と9万円で売却できましたよと。ほいで、
この売却資金で 2.4% の劣後債を買うことができたんで、かつプレミアムも 0.9% もらったんで良いでしょう。だからね、こういう買い方、売り方ができるのがソフトバンクグループの社債の魅力なんですよ。だって思いっきり金利が高いんだもん。はい。でね、プレミアが高い証券会社に移管して売ることをお勧めします。移管手数料は基本タダですよ。でもこれね、ご自分でね、確認してくださいね。で、第55回無担保普通社債の売却、私が売ったやつですね、9月10日に売りまして、これ日々変動するんでね、プレミアムはね、変わるからね。で、10日の時点で申し上げます。SBI が 99.81 のディスカウント。恐ろしいね。全然違うね。野村がね、100.58 で、0.58% のプレミアム。よかった、ダイワ一番よってね。ダイワは昔からいいもんね。社債はね。ダイワがね、100.9。あ、100.9 ね。一番良かったわけですね。ただね、これ、経過利息にも注意してくださいね。今回の募集は、私も10日に売っちゃったんだけども、払い込みがね、30日なんですよ。だから、経過利息を取ることを考えると、売るまで私のものだからね、なるだけ経過利息たくさん取ろうと思うと、ギリまで持っていって、30日に間に合うように遅めに売却すると有利になるわけですよ。だから1.6% だから12で割って20かけて割る30で、まあ、0.1% ぐらいかな、ね、そのぐらいの損はしたかもしれないの経過利息でね。私10日で売っちゃったからね。要するに20日分の利息がもらえたんだけど、早く売ることによってそれ放棄することになるわけですよ。ただね、プレミアがね、変動しちゃう可能性もあるからね。私10日に売却したけどね、果たして29日の値段ってどうなのよと。だから 0.1% ぐらいね、マイナスになっちゃったらトントンって感じかな。だからこの台湾の値段がね、100.9 がね、100.8 になっちゃってトントンぐらいかな。101になることも可能性としてはなきにしもあらずですからね。ただね、私がなんで10日に売却したかっていうと、ソフトバンクグループだよ。今このご時世だよ。中国大変だよ。何が起こるか分かんないですよね。だから私はもう気持ちよくね、0.9% 大満足ですね。もう感謝の気持ちで売らせていただきました。はい。孫さん借り換えしてますよね。自転車商業なんて言わないでね。自転車商業じゃない、うまく言えない、じゃないですよ。そこはね、投資会社なんだから、レバレッジ効かして投資してるわけですよ。まあ、孫さんも借り入れするんだろう、借り換え買いするんだろう、私も借り入れしてもいいよね。でね、これやっぱりね、台湾が一番良かったですね。これまでも良かったし、これからも、っていうか今回も良かったな。でね、株はやっぱりネット証券なんでしょうけども、債券はね、店舗の大手がいいのかなと思いますね。私はね、ちゃんと使い分けしてて計画的にやってるんですよ。偉そうでごめんなさいね。皆さんも真似っこしてみてくださいよ。9月募集のやつも即完売しましたね。まあ上手に買いましたけどね。11月募集はどうかなってね、あるかどうかもわかんないけど、私あるような気がするんですよね。だって借り換えなきゃいけませんからね。だからね、今ぐらいからも準備しといた方がいいんじゃないですかってことをね、申し上げたいの。私もね、だいぶ前から準備してやっと買えたんですよ。で、ただソフトバンクグループって特殊な会社なんでね、社債といえどね、買って安心ってね、寝てりゃいいってわけでもないわけですよね。あとね、利確とか損切りとかしなきゃいけなくなるかもしれません。もう株並みに注意しなきゃいけないなっていうような社債なんですよね。そこいらはね、魅力でもあります。金利高いしね、高いから売れるしね。だからそこいらをね、ぜひね、このご理解された上でね、売買の判断をされればいかがでしょうか。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。